ずやってみよう。とりあえずね、うんうん、あ、ちょっとスタートしちゃう。ちょっとドキドキするな。ゲームスタート。え、やだえ、やだちょっと待って、あやめの声聞こえたな。え、これボイスは確かこの2人のタペストリーだとランダムで流れるらしいです、うん、よとみおちゃんが。なるほど、そうランダムだからどれ違う喋るかわかんない。ドキドキ、ねえ、やだマジでやだ。あ、釣れた釣れた、やばー。罰でした、1回目の罰でした。まあそうだね、全部開けちゃえばみたいな。そう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 、ゲームスタート。ねえ、なんで言うしか流れないの。あやめの声バリバリ流れるな。あ、違うわ、これ二人のタペじゃないからか、これ世のタペだからな。 あやめのタペだからな。あ、そうなんや。そう、なんか世のタペストリーだとヨウが流れて、ミオちゃんのダイナとミオちゃんのボイスが流れて、マジで嫌なんだけど。恥ずかしい。お、来た来た。あですね、外れですね。ドキドキしちゃうね。あとこれね、12個全部フルであやめのボイス聞いても全然いい、ね、いやマジできつい。もう何回ゲームスタート聞くの。そうそう、ドキ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 。笑わないでよ、笑わないでよ。マジでシュールなんだけど。お、もうマジでむちゃくちゃできたよ。な、どう置くこれ。あ、もうじゃあ配置は自由にしてもらって、このあのベッドもね、外しちゃってもいいからね。めっちゃベッド置くの遅いな、これ。え、結構できてきたけど、これで足りるかな。まだ足りないかな。めちゃギチギチだけど。めちゃベッドギチギチ。え、でもなんかこれめちゃギチギチだよ。笑った。これ多すぎるかな。なんかちょっと思ってたのと違ったけど、まあいいか。思ってたの違ったけど、どう置く、どう、どう置く、どう置く、これ。あ、なんかこうどうするか。え、じゃちょっと待って、ベッドあげるからさ、ちょっとゆうちゃん置いてよ。あ、わかった。おもろすぎる。そんな感じな。適当に置いてって言うから、うん、いや、まあまあ、まあそうだけど、うちが悪かったわ、ごめんごめん。ここ、ああ！そうそうそう、そういうこと、そういうこと。斜めにこう行けば多分いける。これでこ、ああ！最悪、最悪ここの岩崩すから。待って、ここね、こ、うん、こっからこ。こう、あ、そう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 、できたできた、よかったよかった。なんかちらっとコメントで見たけど、食品サンプル作りとか。え、食品サンプル好きなの。え、そうなの。でもさ、冷蔵庫に餃子と、うん、焼き鮭と、あ、びっくりした、パイの実の食品サンプルのね、磁石くっついてる。あー、冷蔵庫に磁石くっついてんじゃなくて、うん、冷蔵庫の中に食品サンプル入れてるのかと思って。違う違う違う。ここまでアホじゃない。食べれるからって。保存しとこう。他に何かあるかな。あ、みんな、江ノ島水族館ってのは、あ、江ノ島行ってみたい。江ノ水ね、行ったことないな。二人で行きましたよ。あ、で行ったね、あのシラス取りに行った。シラス、あれ、はい、あれ、シラス、あれ、シラスの貝殻に取り、はい、そうです、し、あれ、ちょっと滝行、滝行、滝行、滝を打たれに行く。え、ふぶきは打たれたいの、滝に。やってみたくない。やってたやってた。あれちょっと楽しそうだなと思って。え、座禅組んでやってみたい。あの、叩かれるやつ。あー、叩かれたいの。叩かれたいわけじゃないけど、本当に、何、雑念をこう感じたら叩かれるのかなっていう。雑念を感じたら、そんなに察することできないだろ、多分。え、そういうんじゃないの。スピリチュアルな感じじゃないでしょ。あれ、どういうタイミングで叩かれたの。多分、きっとなんかこう、ちょっと姿勢が乱れてきたりとか、あー、なんかちょっともじもじしたりとかしてるときに、気合い入れ直せ、シュペーンってやられるんでしょう。そういうこと。あ、そうだよ、そうだよ。なるほど。でもなんかちょっと頭空っぽにしてさ、まあまあ頭空っぽなんじゃないのか。おい。おい。
見えてるだけ。そっか、なんか二人ともなんかわかんないけど、うん、どちらかというと苦行したいっぽいですね。いや違いますよ。違う経験をしてみたい。そうそうそう。経験ね、はい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 。一回ぐらいやってみたいね。経験か、辛い気持ちになってみたいってこと？違う、そうだね。違う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 。違うの？